こんにちは、橋本彩子です。どうすればいち早く大きな夢を叶えることができるのか、とっておきの3つの方法があります。で、この3つの方法、順番も大事なんですけれども、まず1つ目、自分の叶えたい夢をすでに実現している人を見つける。直接会える人であれば会いに行って話を聞きます。本を出してる方だったら、もう私だったらもう全部読みますね。その人の思考をもう徹底的にパクる、そういう気持ちがありますので。講座を開催されてる方だったら講座に申し込む。なるべくその人の考え方、思考を細かくリサーチする、情報収集していきます。できれば自分と同じ分野の方が望ましいんですけど、自分と同じ分野でそういった方がいるとは限らないので、別の分野の人でも大丈夫です。同じ匂いがしてなおかつ先を行ってる人であれば OK です。2つ目、夢を実現している人がどうやって夢を実現したかを徹底的に調べる。3つ目、お手本になる人の行動量を超えて行動する。セールスの達人のような方であれば、1回訪問したら受注決まると思うんですけれども、もしもあなたがセールスの達人になりたくって、でもまだその達人の人のようには結果を出してない場合は、その行動数を増やすっていうことが大事。成功者の人が1日1回ブログを更新している方であれば、1日2回更新してみるとか、うまくいってる人でもすごく行動してるのに、その行動数が自分の方が少ないっていうのはあってはならないことなんですよ。うまくいってる人よりも行動数少なかったら成功しないので、人よりもぶっちぎりの数行動するっていうことは、目標をいち早く実現する上でとても大事なこと。量は質に転化するっていう言葉があるんですけれども、量をこなせばこなすほど質も上がっていくので、で、何が自分にとってベストなのかっていうのも見えてくるようになります。そういった行動をとっていく上ですごく大事なことがあるんですけれども、それは自分は絶対にできると思い込む、もう思い込みでいいんです。何の根拠もないので、もうどんな成功者の人も根拠のない自信から成功していくので、何も経験してない空っぽの頭の状態で自分には無理だとか思ってたら、それは何も変わりません。何もないのであれば根拠のない自信を持つ、そういったことをぜひ心がけてみてください。